はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、本日お知らせ更新されまして、次の海外版3周年記念イベントの無双キャラが公開されました。見ていこうかなと思うんですが、こちらというわけで新無双キャラクター、これは復帰ですかね、方針演技の、キャラというわけで、ちょっと全くもって申し訳なくてよくわかんないんですけども、もうすでに海外版でいる無双キャラクターですね。まあそれが日本にも来るというわけなんですが、まあおそらく属性は緑になるんじゃないかなと、まあ僕は思うんですけども、重要なんが、復帰は初登場の強力な特性を持っている、まさかの新性能というわけでね、なんかポンってしれっと出された料理がシャトーブリアンみたいな、がっつり本気やん僕はてっきりなんか見たことあるような性能の寄せ集め無双キャラクターかと思っていた。そんなに強くはない普通めな無双キャラかなって、こんな感じでポンって出されたんで、だから思うんですけども、出し方と性能が合ってない。ここで新性能来るか。まあこの性能がどんな性能かにもよるんですけども、まあね、去年登場したチャージ必殺、それはもう空気なんでね、まあそのなんつーの、まあ、言うたら悪いけど、いいロイター版があるんで、そこもバーン踏んで、多分どぎつい特性来るんじゃないかな。プチショット、2年目で登場、あ、3年目か。で登場した。あのプチショットエングイやんか。まあ、そんな感じでまたエングイ特性が来るんじゃないかなって僕は思ってますね。はい。ほんでもって超究極も来ると。いうわけで、これはちょっと予想してへんかったな。まあ0時から始まると、まあなんか最近あの日付変わったタイミングと同時に来ること多いですよね。はい。今回の超究極は衣装とかじゃなくて無双の扉とかの、まあルビーなどがもらえるという感じです。おそらくクソ強いと思う。エンブレムじゃなく衣装でもない、こういう貴重なアイテム系のダンジョン過去にもあったんですが、軒並み全員どぎつかったんですよ。おそらくこのダンジョンは、難易度計り知れんと思いますね。無双の扉10個配布はさすがに欲しいな。まあ月間スタンプのログインボーナス約1ヶ月分ですから、1ヶ月分が1つのダンジョンで手に入るってなってたら、おそらく超絶クッソ難易度やと思うんで、まあ頑張っていこうかなと思います。で、まあお知らせ以上というわけで、これより新しいお知らせはおそらく来ないと思います。今回の、海外版3周年記念は、この2つで終了かなと思うね。まあ無双キャラポンって出されたんは、まあ正直ビビったんですけども、まあでも考えたら、一つの大特集祭で限定キャラ2体とヒーローキャラ3体みたいなのも過去にあるじゃないですか。それ考えたら、ルビーの消費的にはほぼ一緒かなと思いますね。限定キャラ2体で8250ルビー ×2 なんで、そっからヒーローキャラクターコンプとかするんやったらもっとルビーかかるんで、だから無双の天井の2万4000に近いぐらいは、まあ一つの大特集祭で使うっていう計算にはなるんで、まあルビーの消費的には一緒かなと思うんですけども、まあやっぱり一人だけっていうのがね、あとこのタイミングで無双が来たっていうのもなかなかあの面食らったところもあるんですけども、今回の無双本気らしいですわ。はい、新特性が、まさかの登場するというわけで、これはさすがに予想してなんだ。